Sensei. Takagi-san? Takagi-san?思い出せないのか。俺の顔も。そっか。特徴ある顔だと思ってたんだけどな。何がなんだかさっぱりわからないです。事故だよ。 車を運転してたな。居眠り運転で突っ込んできたトラックが全面的に悪いって認めたよ。すぐに俺の敷地の大学病院に移してもらったんだ。私たちで潰すことになっちゃったわね。長く続いてきたのに。 医者にはならないなんて言い出してたからな、あいつは。なんでだろうね。子供の時からお医者になるってずっと喜ばしてくれてたのに、だんだん分からないとか言っちゃうようで怖かったよ。それもこれもみんな忘れちゃったんだからな。大丈夫か？ その方は思い出せんのか。じゃあ、なんだこれは。よし、ゆっくりやろう。何年か経っていいじゃないか。
またここがいいの？ねえ、本当に移らなきゃいけないの？ああ、あれが学校か。はあ、まあ確かに近いには近いな。ねえ、いろいろ心配よ。やめたら？偶然の産物といえる一個の受精卵は、時系列の中で細胞の増殖、分化、輸送といった過程を経て身体が形成されます。彼がダメージを受けた場所はちょうど前頭前野、高次脳機能の座、つまり人間の性格や記憶を司る場所です。これによって分かることは、人格というものは決して不変なものなのではなく、中枢神経は脳と脊髄を構成している神経細胞が集まっている部分であります。ところで魂とはどこにあるんですかね？しかしその底には広大な無意識な領域の広がり、そこでは抑圧された欲望が潜在意識として我々の内部で深い亀裂を生んでいるんであります。第一にストーリーキングするときに無駄な動きをしちゃうと、コンタミしちゃうんだよ。お、高木、お前のはうまくいってるなぁ。すっげぇ、すごい点ができたね。あんなにやってうまくやると思う。俺のどうかな。来たね。コンタミしてんじゃん。うちの子は、何やってんだ、自分の席に戻れば。戻れば。先生、あれコンタミすぎですよ。あ、遊んでんじゃないぞ。なんで携帯で済まそうとすんだ、こんな話を。なんでそんなにひょうひょうと話せんだよ。吉本、あれか、高木か。実習中、あいつばっかり見てんだ。きゃー、そんなところまで見てらっしゃるんですか。どういうつもりだよ。入学試験のトップが高木だってのを俺が口滑らしたからか、それで矛先変えたか。そうだろ。それともあれか、最初からそれ聞き出したくて俺に近づいたのか。クレープ一個で何でも喋るのがいけないんですよ。ふざけてんじゃねえよ。一人になりたいって気持ちは分かって、でもあまり思い詰めるんじゃないよ。家具だけどさ、お母さんあなたの元の部屋と同じになるように置いてもらったからね。いろいろ思い出すきっかけになるかもしれないでしょ。三番か、また吉本に負けちゃったよ。どうしたんだよ高木、二番だよ。すげえじゃん。
何やったんだよ。教えてくれよ、何かあるんだろ。おい、おいおい、中井先生死んだの。首吊ったってよ。まだ先生たちもごちゃごちゃしてて正式じゃないと思うんやけど、俺研究室で聞いちゃった。中井って異生物学の。何それ嘘だろ。医学の歴史は体の構造を知ることから出発しています。杉田玄白はオランダから伝わった解剖の図譜と自分たちが行った譜分けの結果が同じことに驚き、翌日から日本語訳に取り掛かり、そして解体新書が出来上がったと聞いています。自分の目で追い確認することはいつの時代でも重要なことであり、現実はいつも目の前にあるということを身をもって感じてください。目の前のご遺体の体の中を見せていただけるということは、君たち医学を志す者にだけ与えられた特権であります。このような機会を与えてくださったご本人並びにご遺族の医学の発展に対する熱い願いと、まずビニールを取り外してください。布切れは実習中は必要なところだけ外してください。乾燥を防ぐためです。今日は最初だから、まず切れを全部外して解剖するご遺体の特徴をよく見てください。どこどこに手術の跡があるとかね、じっくりと観察してください。まず正中線上に沿ってこのように縦に切れ目を入れ、その後横にも切れ目を入れます。そしてこのように角のところをピンセットの角の検体ってあるんですか。ここにメスを入れて、あすごい稀だけどね、なんでなくなったんやろ。解剖していくうちに分かるよ。どうした？首がどうかした？いや、
なに熱く生えちゃダメだよ。抗球菌が皮膚にくっついちゃうだろ。いいって口して首に浮き出んのが抗球菌。ほら、皮膚のすぐ下にいるでしょ。この心臓が何回動いたと思う？1分間に70回として1時間で4200回。1日でいくらだ？その24倍。1年でその365倍。80だとして、どのぐらいだ？こっちのテレビなんか6年で壊れたよ。心臓にはおかしなところ何かあったかな？この方は肺に大きな病変がありますね。ほら、固く癒着して奥まで手が入らないだろう。いい？肝臓に白い塊が2つ3つありますね。あとで腸をよく見てください。ほら、人工肛門があるでしょ。直腸がんは肝臓に転移しやすいんですよ。このご遺体はどうして亡くなったのかな。高木、どうかな。いや、わかりません。うん。内臓には今のところ死因は見つからないで、見つかるとしたらこの先だろうね。どんな人だったんだろうな。こんな若いうち亡くなっちゃって。Thank you.
ってやつは死んだ。なんかすごい嫌な夢見たよ。あ、今さっき見た夢思い出しそうになったな。なんだろう、急にあの話も思い出した。誰から聞いたんだっけ、カスのロボットの話なんだけど。聞きたい？私も。私も。みたいな方がいいよ。今日はちょっとまったりしちゃったね。なんて言うとどうしようもない女みたいだけどさ、私あなたが思ってるほどいい加減じゃないよ。どうしたの？今日実習中から心ここにあらずだよ。先生殺したの私なの。大学に入る前から付き合っててね。初めは先輩の紹介で学校のこと質問してただけだったんだけど、寂し持ちだけど優しくて優秀で、でもだんだんいろいろ嫌になって距離を置こうとしたの。遺書もなくて誰も私との関係を知らないみたいだったの。私は私のせいじゃないって思うとした。変に家に帰ってもお父さんもお母さんもいつも通り明るく私を迎えてくれたの。テレビでよその国で戦争が始まったって変な顔のアナウンサーが言ってた。でも私の家は明るい、いつもと何にも変わらない毎日だったの。そのうち私は先生が死んだことが気にならなくなってた。先生どうなっちゃったのかな。どうした？いや、何でもありません。止めてみて。何が？バイバイ。わかるかもと思って書いたんだけど、何もわかんなかったな。でも
現実って感じがするよ。私はずっと眠ってるみたいで、今が本当なのか夢なのか分かんなくなっちゃったんだもん。絵が好きだったんだ。会社はどうするの？子供の時に医者になるのが当たり前だと思ってたんだけどね。親も親戚も俺自身も。この間ここで市川とタメをして起きた時ね、長い眠りから覚めたような気がしたよ。あ、何？あと何か思い出しそうになった。すぐ逃げてっちゃうんだろう。なんだろう。そっちの世界からこっちの世界のことは思い出せるのか。こっちからは思い出せると。そっか。あのな、ゆっくり話していかなきゃならんのだが、その人はお前とドライブ中に事故で亡くなった人だ。いや、前にも話したがお前に過失はない。涼子さんと言ってな、事故の後、お前が目覚める前に亡くなった。今解剖させてもらってる人が、その涼子さんっていう、そういう偶然はありえないと思うんだけど。確かに、涼子さんが検体を希望したことは聞いたよ。でもそれ以上は分からない。お前の話が本当だとすれば、それは驚かざるを得ないから。ありがとうございました。なんで来たんだよ。帰ってくれよ。あなたの両親はまあ出世ってのは見せてくれて、俺は本当に見たいのはあなた自身のせいだ。俺ね、事故に遭った時運転者とあんたが涼子を殺したんだって今でもそう思ってる。頭下げんなら、ちゃんと涼子を痛む気持ち持ってからにしてくれ。涼子さんのことを少し思い出したんです。今自分の学校でですね、解剖の実習をしておりまして、それでもし知ってることがあったら教えてほしいんですけど、涼子さんが自分のとこにいるのがどうしても分からなくてですね。なんだよそれ。あ？なんなんだよそれ。お前、お前が涼子の体切り刻んでんのか。え？バカ野郎！俺死ぬわけねえだろってこと。あいつが涼子が死ぬ前に頼むから。その検体ってやつをよ、こっちはお前そんなもんあることすら知らなかったんだよ。それをなんて涼子殺したお前がやったらしいんだよ。そこでやらせる過去って一体どういう過去だよ。今からお前の過去手話してるよ。いいか、恐ろ
恐ろしい冒涜だぞ。電話じゃ間違いない。直接隣に来てやる。遺体を自分一人で担当するわけにはいかないんですかね。なんで仲間のガサツなやり方にも我慢できません。それは無理だな。初めて体を開けるんだ。誰だってそんなにうまくできないよ。どうしたの？どうしたの？何でもない。今日は顔面の筋肉を見ていきます。顔を覆っている袋を外してください。どっかに激突したらどんな感じなのかな。え、痛いのかな。あ、ずっと見せてる夢を思い出したでも、よく生きてるときダンスだ。あ、
なんでそんなデタラメな記憶を思い出すんだよ。それは記憶とかではないんです。そこでも僕自身がはっきり存在していまして、記憶の僕とかではなく、今ここにいるこのままの僕がそこにいるんです。で、どんなダンスなんだよ、ヨガ踊るってな。この先も涼子の体は大事に扱わないと、学校を訴えるだけじゃ済まされない。お前殺す。カバンの中にいつも包丁入れてある。いや。あいつ、かなり悪いね。リョークにやった話は、飛び聞かせに来てくれないか。また来るよ。もっと一緒にいたいな。なんてね、ダメだよね。悔しい。またすぐ来るね。他の歯に移していただけないでしょうか。どうして。いえ、ちょっと高いか。はい、はい、アダムさんには文句言わずにやってるぞ。あいつらもすぐに行ってくると思います。手術の跡が見つかりました。そうか。反対側にも血腫があるね。直接の原因はこっちだろう。徐々に出血したんだろうな。手術の跡に血腫ができるので一旦意識が戻ったんでしょうか。それは十分考えられるかもしれない。解剖の実習もこの梅雨が終わるとやがて終了します。みんな見残したところがないように細かく見ていくようにね。ずいぶん調子いいようだな。やっぱり実習中が一番あれか思い出すか。いろいろ
そうだね。うん。いや、いいことだ。本当に嬉しいよ。ただな、あんまり没頭するな。柏口教授が心配して連絡してきた。お前が抜け殻みたいになってる時間がだんだん長くなってってな。お父さん、ヨコが僕の解剖台に来たのが最初は全く分かんなかったんだけど、今はよく分かるよ。ヨコは自分であの解剖台にたどり着いたんだ。黒字、お前ちゃんと帰ってこいよ。ねえ閉めて、お願い高木くん、死ぬつもりでしょ。だったら私と死んでよ、閉めてよ、閉めてよ。
っちゃうの？またすぐ来るよ。やだ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 。どうしたの？やだ、またすぐ来るよ。やだ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 よ、やだ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 。あ、もしもし、高木ひろしさん。はい。こちら栄橋警察なんですけど、女性をね保護してるんですけど、自分の名も言わないし何も話さないんですよ。それでね、お宅の名前と電話番号だけ話したんでね、夜分失礼だと思ったんですけど電話させてもらったんです。あ、高木さんですか。来たか。てめえ何考えてんだ。死んだ女に未練残してどうすんだよ。生きてるもんはどうすんだよ。綺麗な記憶が相手じゃ勝ち目がないじゃないかよ。高木さん、高木さん、高木さん、ちょっと、今という時間がわからないな。僕の意識って何なのかな。これは本当はこの未来のロボットかなんかなんじゃないの。そうだ、未来のロボットがなんか人の意識とか記憶を持たされてさ、それで人間がみんな滅びた後の火星かなんかでさ、人に残されちゃってもう動かなくなる寸前にさ、意識とか記憶のなんかこう電気がめちゃくちゃに流れてるんだよこれ。だから今ここにいるのも涼子と会ってる時間もさ、全部そういう未来のロボットかなんか見せてるこう断末魔の電気信号なんだよねこれ。お前はな、記憶を取り戻してたんだよ。記憶なんだよ。京子さんはな、もういないんだ。亡くなったんだよ。いや、違うんだよ。これ記憶とかじゃなくてさ、大体その二つの世界に幽霊とつけるのも変なんだよ。京子さんはな、今のお前にとっては良くない存在だ。もう解剖でしょ。解剖実習はもうやめにしよう。いや、いやだよ。もう お前よくやった。いやいや、実習はもうやめだ。やだよ。そんなこと言ってもな、そんなこと言ってもあのご遺体は今日中に行って片付けさせる。そんなことしたらぶっ殺すからな、お前。
殺したって思いたかったんだ。あいつの目から光が消えたのはもっとずっと前からだったんだ。高校生ぐらいの時から、それまで元気な子だった。なんで消えちまったんだろう。それは親にだってわからない、永遠の謎だ。次に目の中に光見たのはもう最後、事故の後の話だ。地元の病院で頭の中を大事に続けた後、あんたの親さんの計らいでこっちの大学病院に移されて。そうだよ。その間5、6時間意識がはっきりしたんだ。その時で涼子が検体のこと言ったの。自分が死んだら遺体は今いる病院の医療に回してくれ。そりゃすごい真剣な顔だった。だからってすぐにそう帰ったわけにはいかない。そりゃそうだろう。なんで死んだ後になってもね、体壊されなきゃいけないんだよ。なんで涼子がそんなこと言い出すのか全然分からなかった。それにまだ目の前で生きてる娘に分かったのでどうして言える。そうこうしてると涼子は意識不明になった。医者が言うには植物状態らしかった。個室に移ってどれぐらいだったかな。俺たち夫婦も朦朧としたわけが分かんなくなってた。今思えばあれは幻想だったのかな。もうダメだと思ってある時、ふと気づくと涼子がスーッと半身を起こして座ってる。俺涼子が回復したのかと思って。あいつは疲れて眠ってる。窓もカーテンもこう風を緩やかに受けて優しくなびいてた。涼子の顔も随分とすっきりして見えた。涼子は窓の外見てた。ゆっくり俺に振り返ると、じゃあ検体のことはお願いねってはっきりとした口調で言ったんだよ。その夜だ、涼子が亡くなったの。納棺の時にさ、これ入れてって。まあいいよ。まあいいですよ、涼子のことは。あんたも疲れたろ。何言ってるんですか。まだまだこれからですよ。まずいですよ。いくら高木に記憶の障害があるって言ったって、あんなの普通じゃないですよ。許せませんよ。
て、いや、ちょっと待ってくれ。どうする？いや、やっぱり運んでくれ。ちょっと待ってくれ、やっぱり。迷うことないだろ。俺もこのご遺体は片付けた方がいいと思う。あとはこちらで丁寧にやっとくよ。こんなことならお前にあんなこと頼むんじゃなかったな。偶然だよ。お前は俺に何か頼んだかもしれんが、このご遺体がお前の息子のところに来たのは偶然だ。俺は規範を犯すことはできないからな。
人は怖いよ。ごめん、ごめんな。もう一人にしないから、ずっとここにいるからさ。もう一人にしないとずっと一緒だよな。Ryôko? Ryôko? Oi!4ヶ月にわたる解剖実習もいよいよこれで最後です。骨や内臓全て元の通りに収めましたが、腎臓など上下左右間違えることのないようにね。鉄鋼は手のところに入れてください。足袋と草履は足の位置に入れてください。三角の布と傘は頭の部分に入れてください。その上から着物を貝巻きのように羽織らせてください。杖は右手の位置に入れてください。サンズの川を渡る旅支度です。それでは花を添えてください。
では、お棺に蓋をしてください。それでは呼吸紙を取りに来てください。一班796鎌田悟さん。二班797菅原珠也さん。三班798キルタ修二さん。四班799大山涼子さん。それでは最後の挨拶をしましょう。黙祷。お棺を運び出します。先生の指示に従って番号順に、間違いがないように。あ、いいよいいよ、これよいしょ。じゃあこれやった。それまでお時間ございますので、待合室の方でお待ちしていただきます。私がご案内いたしますので、どうぞ。あちらに参りましょうか。どうぞ。あちらの方にお進みください。お待たせしました。次です。はい、次だ。お、来てるのか息子。うん、思い出したのか、いろいろだいぶな。医者になるのはじゃあやめか。俺もあいつもどっちでもいいとヒロシには伝えた。あ、そしたら
医者の勉強は続けたいそうだ。次だそうだ。それではナビに伏せさせていただきます。チャリ様、加えてください。お別れです。合唱をお願いいたします。よく考えるんだけどさ、死んだ後何十年も経って一瞬だけ一番好きな場面を見せてくれるとしたら何を見るかなって。火星で壊れたロボットが見る最後の映像だね。人類最後の記憶。ヒロシはこれからまだまだ生きなきゃならないから決められないよ。私はね、Please.
is about things. I can't keep my dreams now, understand you. If you let me, if I lose, there is no deceit. And I wish I can, because surely I'll take you, I will take you. Need